少し遅くなってしまったんですけど、チャンネル登録者数が30万人を突破しました。ありがとうございます。めちゃくちゃ気合が入っております。ちなみにこれ5テイク目ですね。まあ30万といえばね、なんもない。他の YouTuber さんからお祝いメッセージが届いていますよ。マジっすか。まさかヒカキンさんとかかな。ヒカキンさんがサプライズでビデオメッセージ送ってくれて、ってなってる YouTuber よく見るもんね。100万人記念とかで。やばい、緊張してきた。それではビデオメッセージです、どうぞ。キムタス君、30万人おめでとう。どうも、そうめん大好き YouTuber のそば男です。もう30万人か。1万人の時が懐かしいね。また今度いつものように動画でコラボしてください。改めておめでとう。いや誰。どうも、最近お腹の調子と喉の調子が悪いコンディション最悪男です。今回の動画なんですが、30万人を記念して NG なし質問コーナーをやっていこうと思います。僕、他の YouTuber の NG なし質問コーナーを見ててちょっと思うことがあって、自分で答えられる質問を選んでんだから NG なしもクソもないだろ。それ以上喋ったらどうなるのか分かってんのか。あ、冗談です。Twitter と YouTube の方で質問を募集したので、じゃんじゃんね、答えていきたいと思います。尺の関係とかで答えられなかった質問はサブチャンネルの方にあげたいと思います。まあ全部はね、さすがに答えられないんだけど、もしこの動画がいいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。絶対いないと思いますが、彼女いますか？彼女いますか？あ、すいません、分かりきってたことです。もちろんいましたね。今まで黙っていてすいません。実はいるんですよね。まゆみ、こっち来て。はーい。紹介します。うちの彼女のまゆみです。まあまゆみとはね、小学校からの幼馴染。1時間経ったんで私帰りますね。あー、はい。2万円振り込んどいてくださいね。またのレンタルお待ちしてます。まあでもね、僕を見て笑ってる皆さんも彼女いないでしょ。仲良くしましょうよ。 LINE の友達何人？過去家族を除く。公式 LINE も除きますと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あー疲れた、やっと数え終わった。数えた結果がですね、7人です。まあなんだろうな、僕7っていう数字が好きなんですよ。ラッキーセブンとか言うじゃないですか。だからあえて7にしてんだよな。ちなみにですね、高校生の LINE の友達の数の平均が117人らしいですね。まあちょうど僕と同じぐらいですね。7入ってるし。経験人数、かっこ正直に。初体験は？それと経験人数はもちろん4桁？行ってきまーす。え、なんだ？みんなの上に数字が書いてある。何の数字なんだこれ？シムテスおはよう。いやー驚いたよね。何の数字なんだろうねこれ。シムテスは0か。はい、ということで経験人数はもちろん0人です。今まで食べた人の数。いや僕のことなんだと思ってます？巨人か何かと勘違いしてない？名前の由来知りたいです。名前の由来はですね、古代エジプト文明 PS4 の ID が KMTS っていう ID だったんですけど、その ID を見たネットモがキムテスキムテスって呼んでたんで、この名前にしました。正直今更だけど、名前ちょっと変えたいなって思ってるんだよね。初めて僕の名前を聞いた人に、キムテスさんって韓国の方ですか？とか間違われることが結構あるんですよね。なんなら韓国のサッカーチームなのかな、僕と同じ名前の方がいるらしくて、エゴサしてると後半45分アウト11キムテスイン13キムスンジみたいの出てきますからね。いつの間にかサッカーに出場してるもんな僕。まあそうだな、今 YouTube を始めて名前を決めるとしたら、ピカチンとキムテス推しの人どう思う？僕は正直ね、リスナーのことチュキチュキ愛してるとか言ってガチ恋させて依存させてね、貢いでもらうみたいなやり方をしてる YouTuber あんまり好きじゃないんですよね。全員苦手っていうわけではないんですけど、なんだろうな、僕がひねくれてるだけだと思うんだけど、どうしても視聴者を金としか見てないんだろうなみたいな。あんまり言うと炎上するんで言えないんですけど、こんなこと言うとね、偽善者とか言われると思うんですけど、僕はお金よりも楽しさを優先する派の人間なんですよ。だから案件もつまんなそうだから受けないしね。収益が上がったら上がったで嬉しいですけど、僕そんなにお金に興味ないんですよね。別に買いたいものもほとんどないし、物欲もほぼないので、本当にね、妖怪貯金おじさんです。でもそこのあなた、今こう思いましたよね。いつも無理やり動画半分にしてんじゃん。結局金のためにやってんじゃん。って。話が脱線しましたが、そもそも僕は押されるということがあまり好きではないので、押すとかではなく普通に応援してくれたらありがとう。その時、キムテスは思い出した。そもそもキムテス推しがこの世界に一人もいなかったことを。寿司派ですか？焼肉派ですか？僕はお寿司が大
寿司なんですよね。うわ、絶対滑ったやん。言わなきゃよかった。もう時すでにお寿司。キムテスで笑うのって結構知性いるからね。原神に課金するときの気持ちってどんな感じですか？先月も30万円課金しちゃったし、もう課金したくねえよ、課金したくねえよ、課金しちゃったよ、手が勝手に動いてんだよみたいな感じですね。ちなみにですね、今回の原神のガチャも動画を撮ってないだけで10万円分回したんですけど、4回連続ぐらいで確定演出が出て、とんでもない神引きしましたね。なんで動画撮ってないん？リア充が目の前でイチャついてきた時の顔を教えてください。なあ、キスし、ちょっとみんな見てるからここではダメだって。いいじゃん、1回ぐらい。家に帰ったらたくさんしてあげるから。30万人おめでとうございます。活動を始めた理由は何ですか？これはね、深い理由があります。有名になりたかったからです。いや、浅、幼児プールの水ぐらい浅いな。最終確認なんですが、酒場バスピスですよね。僕今まで一回も自分のこと酒場バスピスなんですよねって言ったことないのに、最終確認まで進んでるの怖すぎだろ。詐欺の手口と一緒なのよ。好きなボカロ曲は？うわー、これは無理かもしれない、決められないわ。いやー、でもそうだなマジで難しいな。基本的に僕はテンポの速い曲が好きなので、おもいさんの君が飛び降りるのならとか、ツリーさんのエゴロックも好きだし、カイリティビアさんの曲とかめちゃくちゃかっこいいし、デコニーナさんが最近出したラビットホールもめちゃくちゃ良かったし、ピノキオピーさんもいいし、あの独特な感じね。イオワさんとかもね、最近聴き始めたんだけどめちゃくちゃいいよね。オレンジスターさんの曲とか夏にぴったりでめちゃくちゃいいし、なんかもう無理だな、いいしか言ってないな。よく聴くバンドを教えてください。いや、バンドもねめちゃくちゃ聴くんですよね。でも強いて言うなら、世界の終わりとミセスグリーンアップルかな。ちなみに僕は社会のゴミです。俺と対戦しますか？いや、ここブレイキングダウンの会場じゃないのよ。今からすごいのお見せしますね。まず何でもいいので1から10までの数字を思い浮かべてください。思い浮かべましたか？じゃあ僕は7が好きなので7を思い浮かべました。そしたら次に3をかけてください。 7×3 で21ですね。次に5をかいてください。 21×5 だから105ですね。次に2をかいてみてください。 105×2 で210ですね。いや、これ何がわかるんだろう。よく見る生まれた年がわかるとかかな。すると時間が無駄になりました。画面を有名人に例えたら誰ですか？いやー、まあそうだな、須田まさきとかかな。それ須田まさきさんへの誹謗中傷ですよね。ちょっと言われすぎじゃない？今年の目標は僕今までに全くと言っていいほどコラボをしてこなかったので、他の YouTuber とコラボをして動画を撮ったりゲーム実況を撮るっていうのが目標だったんですけど、なんということでしょう。気づいたら1年の半分が終わっているではありませんか。みんなに聞いてほしいんだけど、僕一応チャンネル登録者数30万人いるじゃん。30万人いたらさ、他の YouTuber さんからコラボ依頼の一つや二つは絶対来るはずなのよ。なんなら数を持ってらっしゃる YouTuber からも。でも僕冗談抜きでコラボ以来一つも来ないんですよね。もう確実に何かの力が働いてるってこと。最初の方はさ、コラボしない俺かっけー、一匹狼の俺かっけーと思ってたよ。でも最近他の YouTuber みんなコラボしててさ、楽しそうにコラボしててさ、それ見ると寂しいんだよ。いや、待てよ、コラボ相手がいないなら僕と僕でコラボすればよくないか。どうも、社会のゴミです。今回の動画はコラボということで、チャンネル登録者数30万人超えのあの YouTuber さんに来てもらいました。それでは登場していただきましょう。どうぞ。どうも皆さんこんばんは、キムテスです。キムテスさんでございます。いや、まさかキムテスさんのチャンネルに出れるなんて思ってませんでした。いや、僕もまさか来てくれるとは思ってなかったんで、正直驚いてますよ。ということで今回キムテスさんとやる企画はこちらです。ツッコミ系 YouTuber に突っ込んでみたー。ツッコミ系 YouTuber に突っ込んでみた、すごい面白そうな企画です。動画の編集時間、録音が5時間ぐらいで、編集が30から35時間ぐらいですかね。 YouTuber の中でもトップクラスに編集時間長いですね。録音5時間ぐらいしてカットしたら8分になるの意味わかんないからね。世にも奇妙な物語状態ですからね。そしてこれが動画1本作り終えた後の編集画面ですね。おかしいのよ、編集量が。だからね、僕が動画投稿を遅れても優しい目で見てください。いつもコメント欄で早く編集しろとか、早く動画出せかすとか言ってくるやつ、ぶち殺す。ボスゴドラになりませんか？お誘いはありがたいんですけど、ボスゴドラになるメリットがあまり感じられないので、ちょっと
遠慮しときます。ハマってる YouTuber、 僕はこれずっと言ってるんですけど、キヨさんが大好きですね。あとキヨさんが入ってる最終兵器俺たちっていうグループとトップ4っていうグループもあるんですけど、その方々も大ファンですね。最近だと東海オンエアさんとかホモサピさんを見始めましたね。あとこの YouTuber もめちゃくちゃ面白いんですけど、キムテ、ボディアリ鳥なし鳥鳥ですか。さっきも同じような質問見たな。ここで一発ギャグ、ギャルのハマチ。はぁ、マジ。現役中学生に一言お願いします。中学生にはね、これだけは伝えたい。キリンは自分の舌で耳掃除ができます。海外の方ですかね。ちょっと読めないな。好きな食べ物は何ですかとかかな。無難にね。ちょっと翻訳してみますね。一日に何本の鉛筆を食べますか。いや、しょうもな。誕生日いつですか。お祝いしたくて聞いてるんじゃないんだからね。誕生日は12月16日です。誕生日の日だけなんとなくで欲しいものリスト公開するんですけど、別に送って欲しいとかじゃないですからね。インキャ代表としてキムテスさんの好きなタイプを教えてほしいです。顔が可愛くて巨乳で性格もいい、年収5億の女です。シンプルに住所。シンプルがシンプルじゃない。どうやったらキムテツさんみたいに彼女いなくても。あ、これはキムテツさんへの質問ですね。すいません、僕じゃなかったわ。シテムスさんのおすすめのアニメ知りたいです。僕と似てる名前多いな。改めて30万人ありがとうございます。もしかしたら30万人記念配信みたいのを近頃やるかもしれません。もしやるときはコミュニティに日程とか書くと思います。今後も自分なりに頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。とりあえずこの動画を最後まで見てくれた君に言いたい。編集疲れた。